皆さんこんにちは、個別指導塾キャスト塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけれども、関西医学部戦争ということで、はい、どこどこ地域で、ね、それぞれの地域で、大学戦争という、ね、名を使って、はい、いろいろと比較を繰り広げている我々なんですけれども、はい、今回はちょっと関西に乗り込ませていただいて、しかも医学部という、ね、枠の中でちょっと、ね、大学の比較をしてみたいなというふうに思います。はいはい。で、結構これなんで、ね、やろうと思ったかっていうと、関西って医学部結構多いんですよね。いや、多いんですよ。国公立の大学が特に多いんですよね。そう、やっぱり関東ももちろんあるんだけど、人口比で言ったら、多分関西の方が多いですよね。そうですね、なのでそういうところもあるので、ちょっとね、全体を見て、もちろん京大がとかっていうのは皆さん分かると思うんで、ね、他のところどういう感じかというのを見てみましょう。はい。じゃあですね、まず一応国公立と私立それぞれですね、どういう学校があるかというと、こちらの大学となっておりますという形でございます。はい。なので国公立大学が8大学であって、私立大学が4大学あると。私立はね、もちろん関東首都圏と比べると少ないということになるんですが、逆にね、国公立はめちゃくちゃ多いですよね。そうですね、普通にこう関西圏の人口で比べると多分関東より全然多いんですよ。そうですね、はい、大阪2校、京都2校ありますし、しかも全都道府、全府県に、ね、あるので、6府県で8校あると国公立が、なのでかなり多いですよね。で、関東だと、そうですね、埼玉ないから、埼玉ないんで、で埼玉ないし、栃木もないんですよ。そうですね、だから、7都県あって、5校しかないと国公立大学が。茨城はつくばがあります。あ、そうですか。やらかした。そう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 、はい。なので、そうか、そうですね。そうですね。そう考えてもやっぱり関西多いじゃない？いや、多いですね。めちゃくちゃ多いと思います、やっぱり。なので、ちょっと特にね、国公立メインで少し比較をしていきたいなと思っておりますという感じでございます。はい、じゃあですね、まず、今回は難易度と、一応医学部的な格みたいな話と立地の話をちょっとしていきたいと思うんですが、まず難易度の話、国公立大学から見ていくとこちらの通りになっておりますという感じです。はい、偏差値だけ見てもね、医学部の場合はちょっとどうしても語りづらいところがあるというのは正直なところとしてあるんですが、まず、よくくぐられ方としてよくあるのは、そう、まず京大がトップですと、で次が阪大ですと。ここまでは誰の異論もないでしょ。誰の異論もない。ただ、異論が生まれたら次の3つで、神戸と大阪公立と京府っていうのは、結構ね、入れ替わりがあるというふうに言われるんですよ。そうですね、京府も難しいしね、もちろん神戸も難しいし、そうですね、ちょっとね、違いもあるしね。そう、ちょっとね、特徴の違いもあるので言いづらいと。で、ただ、一応偏差値上とかで見ると、神戸と京府が67.5出てますと、で大阪公立が65になってて、でただ共通テストの、得点率で言うと、神戸が一番高くて88、で大阪公立が87、京府が83という形になっておりますという形ですね。そうですね、はい。問題傾向とか見てもどうですかね。一応ね、やっぱ最近は神戸が高いことが多いかなと思います。やっぱり神戸だと思う。で、なんだろう、何、これがね、難しいんですよ、はい、次も。大阪公立も人気になってるし、京府も、歴史あってすごく難しいんですけど、個人的に先に言うなら、ちょっと京府いいかな。そうなんですよね、これすごく偏見かもしれないんですけど、そう、京府って歴史的にすごく問題が難しいというふうにされてきていて、そうですね、その関西の進学校の人に話を聞くと、京府って一目置かれてるような気がするんですよね。そう、なんですけど、大阪公立って今はね、結構問題難しかったりするんですけど、大阪市立大学だった時っていうのは結構問題簡単だったんですよ。なので、なんて言うんだろう、その、すっごい強い進学校から行くのは恐怖意が多くて、大阪公立とか大阪市立っていうのはどちらかというと、府内とかのどちらかというと、なんですよ、公立高校とかで優秀な子が行くみたいな感じだったので、なんとなくその住み分けがされてて、なんか教員の方がむずいよねみたいな風潮がなんとなくある気がしますね。そうですね。はい。で、あとはその後ろで言うと、次来るのはね、多分奈良なんじゃないかなという気はしているんですよね。ただこれ、ある種、ある種奈良一番説もあるよね。共通テストオンリーで決まるから、ミスれないみたいなね。そうですね。やけに言うと、ここ86%って書いてあるんですけど、もう本当にこのぐらいないと絶対受からないっていう感じ。もうちょっといるんじゃないか、あくまで予想だけどね、今年もうちょっといるんじゃないかなって気もするけどね。そうですね、やっぱり逆に言うと、
その共通テストだけ得意っていうタイプも一定数いるじゃないですか。確かに、うん、だからそういうタイプで 88% 取れますみたいなタイプとかは、うん、まあ出しちゃえとはなりますよね、正直言うと。そうですね、うん、うん、はい。でまあ、奈良の場合、ただね、あとね、あの前期人数をかなり絞って後期でめちゃくちゃ取るっていう形式なので、うん、まあ、ちょっとそういったところもあって奈良ってのはなんとなく難しいイメージがあの作り上げられているかなという気がしています。で、まあ、一応その次に来るのが、まあ、まあ一番優しいのはね、ぶっちゃけてと和歌山県立医大かなっていうところがあるので、うん、まあ、滋賀医大が、その次で一番、簡単なのが和歌山県立医大という形になっているかなというふうには思います。はい、はい。でまあ、一応順番で言うと、まあ、京大、阪大、神戸、京府医、大阪公立、奈良県立医大、うん、滋賀医大、和歌山県立医大という形になるかなと思いますね。はい、そうですね、はい。じゃあですね、次に核、の話を少ししていこうと思うんですが、まあ核っていうと、まあ、歴史の話ですよね、どちらかというとね、うん、医学部、まあ、医学部よくその歴史的に、まあ、すごく昔からある大学の方がやっぱり就職に有利だったりとか、まあ、昇進にちょっと有利だったりとかっていうことがあるんじゃないかっていうことは言われていますと。あとね、研究だったり、うん、あとは関連病院だったりね。はい、はい、そうですね。なんでちょっと、まあ、特殊なワードが出てくるんですが、一応こちらの通りになっておりますということで、うん、はい、まあ、一般的に旧帝大が一番ありますよと、歴史的には。まあ、そうですね、ここはいいでしょう。うん、で国公立は、まあ、旧6位って旧制6位科大学っていう、うん、大学群があって、実は恐怖院はね、この中には入ってないんですよ、正確には。はい、ただ、一応同時期にできているっていうことで、まあ、6じゃない、プラス1みたいな感じの扱いで、うん、恐怖院はよく扱われることが多いです。そうですね。同じな感じで扱われることは結構多いんじゃないかな。うん、そうですね。はい。であとは、まあ、旧説、新説っていうのがあって、うん、まあ、旧説の方が少し古いですよっていうところで、まあ、滋賀医大以外は全部ここに入りますと。うん、で、まあ、新説が、滋賀医大という形になっているということなんですが、まあ、ただ今、旧説医大の中では、まあ、かなりね、神戸がもう力をつけてきているんです。まあ、かなりね、うん、そう、まあ、やっぱり他の大学のレベル感みたいなところもありますし、まあ、そういったところでその関連病院の数とかもかなり伸ばしてきてますよというところがありますと。で、まあ、しかも神戸はね、あの兵庫県、あの神戸しかないん で結構でかい県なんですけど、そういうところもあったりするので、まあ、そういったところで少し伸ばしてきてますよというところがありますと。まあ、なのでね、まあ、順番見てみると大体こんな感じになってくるのかなと。まあ、神戸はね、結構もう強風側に近いような立ち位置に実際にはいるかなっていうようなイメージですね。そうですね。うん。で、滋賀医大がまあ一番歴史としては薄いですよという形になっております。はい。うん、はい、じゃあですね、まあ、最後に立地なんですけども、こちらの通りとなっておりますと、はい、いう形でして、まあね、これ一覧見てみると違和感ないですか、なんか一個。違和感ですか？同じ駅が、あるんですよ。そうですよ。はい。実はね、京大と京府院めちゃくちゃ近くにあります。そうですね。うん、行ったことあるんで、京大も。で、川挟んで向かいぐらいに、ね、あるぐらいな感じだった気がするんだな。そうですね。そんな向かいまではないけど、まあでもね、めちゃくちゃ近いんですよ、本当に。はい、うん、で、なんならね、場所だけで言うなら、京府院の方が、いわゆるこう、京都駅に近いというか、うん、中心地に近いです。ちょっと近いんですよね。はい、本当5分分ぐらいだけ近いぐらいのイメージ。だからこのちょっと京大の立地も、うん、この何ですか、丸太町っていうんですかね、丸太町駅ですか、そうですね、うん、神宮丸太町駅わかんないけど、うん、僕が行った時は出町柳ってところからバス乗って行きましたね。あ、そうです、あの、はい、出町柳と多分、うん、神宮丸太町が多分上下を挟むような形で、あ、なるほどね、多分、うんうんうん、あると思うんですよね、京都大学を、うん、そうですね。で、まあ、歩くと15分ぐらい両方かかっちゃいますよっていう感じだと思います、うん。まあ、ただ立地で言うなら、うん、どうですか、僕やっぱ神戸輝いて見えちゃう、まあ、神戸駅15分って、そうですね、神戸まあ正確に言うと最寄り駅神戸じゃないんですけど、はい、まあ分かりやすいように神戸にしましたと、はい、神戸駅ですよ、神戸駅。そうそうそう、うん、で、あとはね、やっぱ大阪公立もかなりいいんですよ。そうだね、うん、天王寺駅で徒歩7分っていう感じなので、うん、まあ、この2つがまあ2トップであることは間違いなくて。そうだね、確かに天王寺もな、うん、場所はいいからな。なんかやっぱり大阪の人とかに話を聞くと、うん、まあ、大阪公立の立地はとにかくいいと、いや、いいね、いう人は多いですね、うん、本当に。うん、なので、まあ、これは本当に人それぞれだと思うんですけど、個人的な感想を言っていいですか。はい、はい、学生だったらどっちかっていうと天王寺が遊びやすいんじゃないかなと思ったっていうところはあって、うん、まあ、そうですね、うん、まあ、感覚だと思いますけど、まあ、一般的に言えば、まあ、大阪府っていうのはまあ存在として大きいわけですから、そうそうそう、まあ、天王寺というのは非常にね、うん、まあ、人も多い場所ですからね。そうですよね。なのでちょっと大阪の方がどっちかっていうと大阪ということも込みで考えて立地若干いいかなっていう判定にしました。はい、はい、で、あとはまあ阪大はですね、まあ、大阪の中ではちょっと行きづらい場所にあるというか、まあ、こう阪大病院前という駅なんですが、これモノレールの駅なんですよ。はい、そうですね。はい、で、そうじゃない、普通になんか私鉄だったか JR だったかの駅からだと、2、30分ぐらい歩かないといけないみたいな感じなので、うん、結構遠いですし、大阪の中でもそんなに立地がいい方じゃないです、うん、正直言うと。うん。うん、
で、あとも、まあ、三大学、滋賀、奈良、和歌山で言うとですね、まあ、滋賀に関しては、なんか、瀬田駅でいうところからバスで15分ということなんで、はい、なんか、一見悪そうに見えるんですけど、実はここの駅、京都駅から20分ぐらいで行ける駅ですよ。あ、そうですよ。近いです、近いです。だから近いです、すごい。京都にお勤めの方とか、かなり滋賀に住まれてますからね。うん、そうですよね。うん。だからかなり、実は立地としてはそんなに悪くないです。滋賀医大に関しては。うん。で、あとは、奈良県立医大、これ、ね、ちょっと自信ないんですけど、うねび駅だったと思うんですけど、はい、うねび駅っていうところが、大阪駅が確かね、電車に70分ぐらいかかるような場所なんですよ。うん。うん、で、和歌山県立医大の、この最寄り駅のところっていうのも、ここもね、同じぐらいかかるんですよ。大阪から。だいたい6、70分ぐらい。天王寺から60分とかだった気がするんですけど、まあ、確か。まあ、和歌山ですから。そう、和歌山ですから。それは時間かかりますよ。そう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 。70分ぐらいかな。で、なんかね、特急電車がして、特急電車で行くと1時間以内で確か行けるとかだった気がするんですよ。うん。なので、まあ、かなり正直立地としては、奈良と和歌山に関しては、遠いですよということが言えるかなと思います、うんうん、はい、なので、まあ、立地で表すと大体およそこんな感じかなというふうには思いますね。そうですね、まあ、大阪小磯神戸はかなり近くて、で、まあ、京都と、まあ、京府医はまあ同じなんで、うん、ちょっとここは比較できないよと。そうですね、はい、まあ、厳密に言えば京府医かな、個人的には。ほんの本当にほぼイコールみたいな感じな。でもね、川の内側だからね。ああ、確かに。そうそうそう。ぐらいだね。そうそうそう。皆さん、ちょっとご意見を聞かせてください。そうそうそう。はい、まあ、ただね、生活環境は全く同じと言っていいと思います。まあ、そうでしょうね。はい。はい、うん。で、まだ、京府医の人はね、兄弟の友達が多いみたいな話、すごい聞きますね。まあ、それはそうですね。高校からの友達で、そのままなんか、京府医内っていう兄弟の友達の方が多い人とかいるみたいな話も聞いたりします、ね。で、まあ、あとは、阪大、滋賀医大。で、まあ、ちょっと入って、奈良医、和歌山県立医大という感じになるかなと思います、うん、はい。じゃあですね、一応結論としてまとめると、一応こんな感じですよっていうところですかね。はい。うん、はい。まあ、なので、まあ、やっぱり京大強いなっていうことと、まあ、やっぱりその神戸とか京府医とか、大阪公立は、まあ、どれもその選ぶ魅力がそれぞれあって、やっぱり人によってその尺度は変わってくるというか、そのやっぱりじゃあ神戸と大阪公立で立地どっちがいいですかって言われて、大阪公立って僕は言ったんですけど、うん、神戸の方がいいっていう人もめちゃめちゃいると思うんですよ、うん、でやっぱネームバリューだと神戸の方があるっていうところもありますし、はいはいはい、まあ、逆に京府医みたいに後半にしっかりやっていきたいっていう人もいると思いますし、うん、まあ、そこはもう本当に人それぞれ、大きな欠点はどれもないので、もう本当に好き好きなのかなっていうところではありますね。そうですね、はい、難しいな。だからもう、まあ、だから総合するとね、うん、京大阪大はいいでしょ、うん、その次が本当にだから偏差値の時もそうだけど、うん、難しいなという気がしますけど、うん、これでもある程度言わないと怒られますよ、これ視聴者の方に。まあ一応、ただ、まあ、やっぱり、うん、まあ、最近は、やっぱ神戸かなと思いますね。神戸ね。うん、はい、ちょっと難易度的にも少し出てきたかなと。で、まあ、大阪公立と京府医はどうですかね。本当に僕的には横並びなんですけど。個人的には、うん、京府医かな。まあ、ちょっとね、エコひいき入ってるかもしれないけど、うん、まあ、まあ大阪と京都のね、立地をどう捉えるかで変わってくるかな。そうですね、立地をどのぐらい重んじるかによって変わってくるというか、立地以外のところで言うと、京府医だと思うんですよね。そうなんですよ、今ね、結局、歴史とかね、そういうことを振り返ると、やっぱ京府医にちょっと軍配が上がるので、京府医もね、結局、立地が弱点になるほど全然悪いわけじゃないっていうところがあるので、で、まあ、無理やりつけろって言ったら、そんな感じになるかなってとこですかね。そうですね、まあ、その次は、まあ、どうですかね。まあ滋賀と奈良っていうのは結構ね、うん、人それぞれかなっていう感じがして、僕は意外と滋賀の方がいいのかなっていうふうに思ってたりしますけど、ね、場所的には滋賀だな。そう、結構ね、ここぐらいになってくると立地面の差が大きいなっていう気はしちゃうんですよね、うん、はい、まあ、ただ奈良に住んでて、ね、別にって人であれば奈良でいいと思う、うん、そう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 。で逆に多分大阪まで出るってなるとほとんど変わんないんですよ ね。なので、まあ、別に京都に行くって意味はそんな感じないよと、大阪に出れればいいよっていうことであれば、まあ、難易度だったりとか、まあ、そもそもの、まあ、大学の歴史的なところで言うと奈良の方がいいっていうこともあるかなと思います。はい、はい、っていう感じかな。であとはまあ私立大学はちょっと、さらっとお話しすると、一応まあデータ上は全部こんな感じになっておりますと、いうこと で、はい、で難易度はですね、まあ、もうね、簡易と大は比べられないって感じなんですけど、そうですね、まあ、ずっとね、大のがちょっと難しかったんですよ、実は。うんうんうん、でただ、まあ、学費が去年下がったじゃないですか。そうですね。で、それによって、まあ、ほぼね、逆転したって言っていいぐらい、うん、去年は簡易のが難しかったと思います。まあ、基本的にね、私立の医学部は、うん、学費と難易度
がある程度、うん、まあ、その逆相関っていうんですかね、うんうん、みたいなところがあるんでね、うん、そうですね、まあ、明確に負の相関があるっていう形になってくると思うので、うん、まあ、ただ、まあ、そうしてくると今度はね、なんか思ったより難しいからっていうので、分散したりとかっていうことも十分考えると思うので、うん、まあ、結構つばぜり合いは続くのかなっていうような印象はありますね、はいはい。で、まあ、近代と標語医だと、まあ、内容的に言うと近代の方が少し難しいとされているんですが、うん、実際見るとね、標語の方が問題はね、圧倒的に大変で、うん、その受験者をかなり選ぶので、一般的な受験生にとっては実は近代の方が受けやすいんじゃないかなという気はしますね、うん、はい。で、あとはまあ立地的に見ると、まあ、正直大阪ですし3つとも。で、ただ、まあ、大と簡易はね、これも人のそれぞれ好き好きっていう感じだと思うんですけど、まあ、あくまで中心部への出やすさだけ考慮するなら大の方がちょっと出やすいかなっていうふうには思いますね。はい。で、あとはまあ、まあ、近代に関しては、ちょっと大阪の中で立地は悪いということになってくるかなと思いますし、うん、まあ、兵庫以外も、正直兵庫の中でも、立地がめちゃくちゃいいっていう場所であるわけではないので、うん、まあ、おおよそそんなに、まあ、変わんなくて、まあ、一番いいのは僕的には大が良くて、次は関西で、で、兵庫近代っていう感じの順番かなというふうに思いますね。はい。はい。で、あとまあ、格的に言っても、旧設なのが大と関西で、他二つは新設ってところがあるので、うん、まあ、おおよそね、順番つけるんだとしたら、まあ、一応、まあ、学費を気にしないんだったら、大と関西だったら、まあ、若干僕的には大のはいいかなと。で、その次は関西。うん、で、まあ、近代と標語だったら、まあ、僕的には近代の方がいいかなっていう感じですかね、うん、およそ言うと。はい。はい、そうですね。ただ、まあ、私立はね、学費が。そう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 。で、正直、個人的にはですよ。うん、まあ、約、750万円ぐらい。そう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 。違うんですよ。そうそうそう。まあ、僕はですよ。僕は6年間だね、50万円。うん、で、年間にしたら100、ね、数十万、20万ぐらい。って、うん、考えると、まあ、簡易かなみたいな。まあ、正直。学費を入れたら、だから今回ちょっと学費を入れたんですけど、うん、そうそうそう、私立だけ。まあ、学費入れたらぶっちゃけ両方受かったら簡易に進みますよね、今はね。そうですね。まあ、僕もね、子供いないんですけど、もしいて、受験生で、ね、どっち行けばいい、お父さんって言われたら、そうそう、いやいや、まあ、その簡易は素晴らしい大学だと。いうふうに言っちゃいますよ、ごめんなさい、僕の親だったら。いや、もうそうですよ。まあ、だって、やっぱり、逆に言うと、他の要素を見比べたときに、正直、欠点なんてのはないわけじゃないですか。そうですね。そうですね。で、まあ、もちろん、うん、大学の雰囲気は好きとか、家から近いとかっていうことはあるかもしれないけれども、うん、まあ、そういう要素がね、なかったら、まあ、簡易に行きますよね、やっぱりどうしても ね。だってね、6年間で750万って、普通に一人暮らしの家賃プラスアルファ、ね、そう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 。6年間の、うん、そうなんですよね。はい、そういうこともあるかなと思います。はい、まあ、でもそのあたりは皆さんもね、ぜひコメント欄でご意見伺わせてください。うん、では、今日の動画は以上です。まあ、ぜひね、医学部受験頑張りたいよって方、うん、キャスタイスメディカルコースがございますので、よろしければお問い合わせください。概要欄にリンクございます。最後にご視聴いただきまして、ありがとうございました。